お元気ですか？ボクシミです。今回は 2023NPB ベースボールカード開封動画でございます。こちらはですね、ワンボックス24パック入りでございまして、で、ワンパックカード14枚入りでございますので、8パックずつ3回に分けてやっていきたいと思います。ではね、前編の8パック開封していきたいと思います。まずは前編の8パック開けていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。ロッテの、菊池選手でございます。日ハムの石井選手、これは西武の、ね、エンス選手、ロッテのこれは藤岡選手で、楽天の駒子選手、オリックスの宋選手で、ソフトバンクの石川選手で、阪神の湯浅選手のこちら限定カードでございます。これ 50C でございます。巨人の中島選手、現在ね、は中日に在籍しております。広島の栗選手、阪神の、これは島田選手、ヤクルトの西村選手で、横浜の浜口選手でございます。中日の木下選手でございます。2パック目でございます。日ハムの、金村選手、西武の愛斗選手、ロッテの佐々木選手で、楽天の石井和久監督、現在はね、引退をやめておりますで、オリックスの、阿部選手でございます。ソフトバンクの、これは生見選手でございます。で、楽天の小深田選手で、阪神のですね、こちら大山選手の、金箔バリでございます。こちらはね、C が入っておりません。巨人の、これは今村選手、広島の小園選手、阪神の糸原選手、ヤクルトの田口選手、横浜の宮崎選手、中日の藤崎選手でございます。3袋目でございます。日ハムの上川畑選手、西武の蛭間選手、ロッテの松川選手、オリックスの福田選手、ソフトバンクの藤井選手で、これは楽天の茂木選手で、オリックスの山崎選手の、ね、金箔好きでございます。金箔でね、金箔好きでございます。
で巨人の、浅野選手、広島の大瀬良選手、阪神の伊藤選手、ヤクルトのこれは沢井選手、横浜のエスコバー選手、中日の高橋選手、ヤクルトの塩見選手でございます。4袋目でございます。日ハムの、堀選手、西武の、外崎選手、ロッテの吉井監督、オリックスの斉藤選手、ソフトバンクの柳田選手、楽天の早川選手、オリックスの中川選手、巨人の坂本選手、広島のこれは増田選手、阪神の近本選手、横浜の吉野選手、中日の高橋選手、ヤクルトの高津監督で、横浜の外選手でございます。5袋目でございます。日ハムの野村選手、西武の山川選手、ロッテの種市選手、日ハムの宇佐美選手、ソフトバンクの野村選手、楽天の島内選手、オリックスの山崎選手、巨人の吉川選手、吉島の、新井監督、阪神の、森下選手、ヤクルトの中村選手で、横浜の今永選手、中日のビシエド選手で、最後にヤクルトの木澤選手でございます。6袋目でございます。で、日ハムの矢澤選手、ちょ、ごめんなさいね、今ね、整理します。で、西武の水上選手、ロッテのこれは藤原選手、ソフトバンクの又吉選手で、楽天の、これは渡辺選手で、オリックスの、中嶋監督、ソフトバンクの甲斐拓也選手のね、こちらね、バージョンが違う感じのカードでございます。巨人の小林選手、広島の堂林選手、阪神のケラー選手、中日の柳選手、ヤクルトの山崎選手でございます。失礼いたしました。横浜の林選手、中日のマルチネス選手でございます。7袋目でございます。西武のこれは源田選手、
ロッテの、高部選手、日ハムのこれ加藤選手、西武の松井監督、ソフトバンクの和田選手、楽天の鈴木選手、オリックスの若月選手で、阪神のこれは湯浅選手のカードでございます。巨人の菅野選手、広島の西川選手、現在オリックスに在籍しております。阪神の佐藤選手で、日ハムの横浜の大貫選手、失礼いたしました、中日の村松選手、ヤクルトの小川選手でございます。前編最後の8パックやっていきたいと思います。ロッテの山口選手、日ハムの伊藤選手、西武のこれはウー選手でございます。ロッテの佐藤選手、ソフトバンクの大津選手、楽天の村松選手、オリックスの、これは 山崎選手、失礼しました、巨人の、これは大勢選手、広島の、これ矢崎選手で、阪神のこれは伊つぼ選手で、横浜の三浦監督、中日の、大島選手で、ヤクルトのオスナ選手で、最後に横浜の、三島選手となっております。以上で2023、NPB ベースボールカード開封動画前編の8パックやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2023 NPB ベースボールカード開封動画終わりたいと思います。先ほどね、失礼いたしました、ごめんなさいね。この後ですね、この中編の方もね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。